まあこの辺入れとくか。ほら届け俺のシャボン。手つきはこれどうかな。髪型決まってる。グレートせやな。おい、いやすは俺のもんだ。ブチブチブチ、誰にも渡さねえ。ブチブチ、くらえ俺のシャボン。無理だ。へいへい、行きますか。森王町へ。1000円の遺体はあと1個かな。強制じゃあどうなる。ジョースターさん、ジョースケ、おっせえな2人とも。何かトラブルがあったのか。待ってろ。せっかち3名。ただいま、戻ってきたよ。ジョースターさん、ドウマの人。それに、ジョニーだ。こいつはスローダンサー。僕もジョースターだよ。帰ってきたっす、ジョースケ。遺体をバッチリゲットしてきたっすよ。それに仲間も増えたぜ。僕もジョースケだよ。おう、歓迎するぜ。ここは俺たちの町に似てるような気がする。だいぶ時代が違うけどね。おい、ヤスホはどこにいるんだよ。うせえなおめえは。知らない、お前が勝手に言ってるだけだ。なによし、帰れよもう。それじゃあ早速遺体を確認するぜ。ジョースターさんが両眼部、ジョセフが両耳部、ジョータロウが胴体部、ジョースケが左腕部、ジョルノが頭部、ジョリーンが右腕部で、ジョニーと帽子をかぶったジョースケが。僕は両脚部だ。俺は心臓部。遺体の部位はこれで8個集まった。あとはどこなん。だが最後の1個はどこだ、うん、おかしいな。遺体の光が導いてくれねえのはどういうこと。スピードワゴンさん、今思えば、はい、異変の影響を受けたブチャラティやフーゴたちが逃げるとき、彼らも聖なる遺体の光に包まれて消えていった。それがその最後の一個と関係があるのでは。お、敵が持ってると。そろいもそろったり、ジョースターの血族だも。遺体集めにご苦労なことよな。だが貴様らが全ての遺体を目にすることは決してない。人体の中心、最も重要な部分、脊椎部を
あのお方がすでに身につけておられるのだから。心臓じゃないんだよ、最も重要は。なんだと？お前らはここで皆殺しとなり、遺体を奪われる運命。あれ、脊椎がバレンタインが持ってたやつだっけ？じゃが、あのお方のお手を煩わせるまでもないわ。ちげえな、脊椎は。ケケー！なんか、ジョニーの中にあったな。なんで来たのおばあちゃん。じゃあもうこれでいいや。ジョー太郎くんとジョースケくんで行きますか。なんか若くないっすか？あ？何言ってやがるてめえ。またゾンビボブゲーム。あ、意外と硬い。ワーチャースイーズが来た。私を呼吸するってさ、あの技が出ない。うまくいかねえでえな。くそ、なんかこいつに近づかなくない本体はやらなきゃダメか。の、早っ。ババ、早っ。ババ、傷をつけに来てる。ほら、呼吸したら倒れるぜ。やばい、殺意は最も高いぞ。蘇ったー。ババ、もろともぶっ倒すか。逃げた。うわぁ。でなぁ。ジョウスケ君頼むよ。ジョウスケ死んなよ。死んだわ。俺はひたすらババアをボコる。ババアをボコるって良くない響きだな。カフェに逃げんなよ。じゃねえぞ。はい、ババアボコリゲームでした。
すげえな、この図。この人数に一人で挑んだ、まあ、ゾンビたちいたけど、うわぁ。じゃが、わしのそもそもの役目は果たせたわ。たくさんの仮面ライダーに戦いを挑む一人のショッカーのあの絵を思い出すね。しかと確認いたしましたぞ。あ、この図よ。ジョースターどもは、遺体をすでに8個集めておりますぞ。とのことです。何なんだ、あのばあさん。誰に呼びかけていたんだ。おお、地震か。いや、地震じゃない。僕にはもう分かった。この感覚は、なんだか分からないけど、急に冷や汗が出てきたわ。心に食い込むようなこの圧迫感、このどす黒い感覚。何？これは。この気配はまさか。痛いは害悪なるものを弾き飛ばそうとする。わあ、すげえ。だが同時に、痛いは痛いと出会いたがっている。お前たちの持つ痛いが私の持つ脊椎部と反応して、この基本世界まで引き寄せてくれたのだ。Dポイントの申し子みたいな格好してんじゃん。この目で見るまでは信じたくなかったぜ。ディオ脅迫に DOC。やつを倒せばジャイロが帰ってくる。行くぞ、アクト4。それがバレンタインを追い詰めたエネルギーか。無駄。わお、ゴールドエクスペリエンスレクイエム。無駄。お前が真実に到達することは決してない。親子団結。何？生ちょろいぞ。わあ、スローダンサーはどこに。うわ、まさにチートだぜ。勝てないかもね。スローダンサー！ジョータロウたちが打ち負けた！何が起こったのだ？レクイエムが通用しないなんて。アクト4が当たったのに、なぜ平然としていられるんだ。うわ、チート能力が、チート能力に負けた。スタープラチナは確かに奴の頭を砕いたはず。吸血鬼の再生とも、ザ・ワールドの時間停止とも全く異なる能力。この基本世界では、すげえ、スーパーサイジン3みたいな髪型してるよ。その程度のスタンドでは話にならんわ。これは痛いか。痛いは痛いを求めて引き合う。お前たちの集めた痛いが脊椎部ごとこのディオを引き寄せてくれた。そして今度は
脊椎部がお前たちの遺体を引き寄せる番よ。すごい理屈だ。いい心持ちだぞ、ジョースターの血族ども。我が真実の前にひれ伏すなり。遺体7個しかなかったよ。8個、まずいぞ。1個なかったよ。あの前に触れるのは危険だ。そうだよね。遺体が一つ足りん。ビッカビッカしてるやん。空城状態。うわー、ビッカビカやな、マジで。この世界でも奴を始末せねばならんようだ。ビッカビカの D ポイントマンみたいになってるよ。我が影響下にある手駒どもを呼び寄せろ。遺体は遺体と惹かれ合う。奴らに聖なる遺体の部位を与えて城太郎たちを追わせるのだ。仰せの通りに。城太郎の持つ遺体はジョースターどもにとって最後の希望。それを奪い取り、奴らを絶望の淵に沈めた上で、この基本世界から消滅させてやる。我がスタンド、ザ・ワールド、オーバーヘブンでな。うわ、とんでもないやつが出てきた。やっぱディオやな、ボスは。あら、ここで章が変わるのか。ご一緒ありがとう、いつも顔めかれてて。今回18分ぐらいしか動画ないけど、まあいいか。